有馬の別所長春ら信長への反乱が相次ぐ中、摂津の荒木村重もそれに呼応するように離反した。村重を知る黒田官兵衛は説得のため摂津へ赴くが、そのまま捕らわれ有岡城に幽閉されてしまう。秀吉は官兵衛救出に向かいたかったが、織田を取り巻く緊迫した情勢がそれを許さず、羽柴軍は木津川口へ。その地で秀吉は反抗勢力の主力をなす本願寺勢に物資を援助せんとする毛利水軍の撃退を命じられる。戦況は劣勢。しかし織田軍には鉄鋼戦という強力な切り札があった。木津川口の戦い。ようやく木津川口に着いた。大丈夫、秀吉？ああ、雨子を見捨てた胸クソ悪さは消えてねえが、今は目の前の戦に集中しねえと。というか半兵衛、お前こそ大丈夫か？顔色が悪いぜ。あんまり無理するなよ。僕のことは気にしないで。官兵衛のためにも必ず勝利を引き寄せないとね。そうだな、早いとこ有岡城に向かわねえと。巷じゃ敵方に寝返ったなんてささやかれてるみてえだが。いや、官兵衛に限ってありえない。官兵衛がそんな子じゃないと僕たちは知ってるはずだ。だな。すまん、ちっとばかし弱気になっちまった。よし、今はオイラたちにできることをやるぞ。僕の策に期待して。軍師の策なら懸念は不要か。いずれ鉄鋼戦ってのが来てくれるらしい。みんなそれまで耐え切るぞ。織田の本陣はわしが死守する。秀吉、前線を頼んだぞ。敵将撃ち取ったよ。ここは引こうか、あるまい。さて、私の策を披露しようか。準備はもうできているかい？ここで負けりゃ官兵衛を助けるどころじゃなくなっちまう。必ず勝つぞ。ほらよ。体が重いや。でも今は秀吉のために頑張らないと。父上に指揮を託していただいたんだ。必ず勝利へ導かないと。よし、このまま前線を押し上げておくか。織田勢は援軍を待っているのか。であれば今のうちに畳みかけるのが上策だ。広がる前に急ぎ消し止めよう。毛利の攻勢に織田は余裕なしと見た。今のうちに本願寺勢へ兵糧を届けよう。戦況は必ず好転する。
お願いみんな、今は耐えて。橋をかけてくれ。攻勢を緩めず、織田勢を圧倒するんだ。蜂の巣だ。光線が降りゃ劣勢を覆せるかもしれん。みんな、もうちょい踏ん張ってくれ。織田の将、羽柴秀吉だったし、折れずに味方を励まして、気骨のあるやつだ。敵将、仕留めた。耐えきれん。引かせてもらう。おお、毛利から兵糧が届いたか。ありがたい。これでまだ戦えるぞ。フルはなんだか。敵の攻勢がきつくなってきたぞ。五千はまだ来ねえのか。こっちにおいで。なんとか火を消し止められたか。そこの武者、わしに付き合い。さあ、かかってこい。秀吉殿、カズマス殿、お待たせいたした。この殿、撃て。氷勢にありったけの弾をぶち込んでやれ。敵方に妙な船が現れたぞ。こっちを狙ってやがる。とにかく逃げろ。鉄鋼船の力か。よっしゃ、一気に巻き返してやれ。次だ。まずは人暴れして敵の奇声を削ぐぞ。蜂の巣だ。敵が勢いづいている。一旦交代だ。体勢を立て直す。
任されるよ。えい、あの鉄張りの船をどうにかしないと。孫一殿、お願いします。さて、ようやく出番か。雇われた以上、報酬に見合う働きはしてやる。大回りしている余裕はねえな。船を呼んでこっちにつけさせろ。あの動き、鉄鋼船を狙ってるのか。どうにかされる前に止めねえと。邪魔はしねえでもらおうか。できれば毛利の力だけで勝ちたかったけど、現状これが上策ですよね、父上。甲賀者か。織田も厄介なのを買ってんだ。俺の主は織田じゃない、秀吉様だ。ほらよ、金ヶ崎の引け目が尾を引いてやがるのだ。織田が相手だとどうもまだ鈍っちまう。敵は去ったな。砲撃を続けろ。これ以上被害が広がるとまずい。すべては勝利のため、私自ら打って出よう。サイモン、お待たせいたしました、高影お師様。さあ皆さん、本陣を攻めますよ。八の下、まずい、敵の増援だ。ないと本陣が危ない。来たね、テルモト。これで毛利の勝利がより揺るぎないものとなったようだ。ここで圧勝すればみんなを元気にできる。少し無理をしてでもやらないと。皆の衆、打って出よ。強撃をなし、毛利に勝利をもたらさん。開門。任された。ニャフ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 。毛利の勢い止められませんよ。ニャフ。いい調子みたいだ。叶う相手ではなかったか。お見事にございますな、皆様。申し訳ありません。敵もなかなかやるじゃないか。やった。これでみんなを元気づけられたかな。任された、やっちゃおうか。でもさすがに無茶だったかも。軍師だって分働きしないとね。邪魔だて無用ぞ。
願寺の連中を退けたぞ。あとは毛利を片付けるだけだ。いい調子みたいだ。悔しいが、ここまでか。見事、さらに精進せよ。父上がいなくとも、毛利は強いんだ。それを貴様に教えてやる。一緒にやろう。散らかすよ。これでは毛利を守れない。もっと力をつけねば。勝ったぞ。これで本願寺が屈してくれりゃ、はい、官兵衛を助けに行けるかもしれん。半兵衛、和宇治、よくやった。これで本願寺が潔く屈してくれりゃいいんだが。大丈夫、きっとほどなく折れるはずだよ。はあ、貢献できてよかった。軍師、いい加減少し休まれては。戦中から本調子ではないようでしたが。そうだぞ半兵衛、お前はオイラたち羽柴の要だ。倒れられちゃ困っちまう。休め休め。もう二人とも心配しすぎだよ。僕なら大丈夫だからね。またそうやって俺たちをはぐらかそうと。まあまあ和宇治、半兵衛、オイラはお前を信じるよ。でも本当に無理は禁物だぞ。わかったな。うん、ごめんね。ありがとう。さあ急いで官兵衛を助けに行こう。